自由民主党の政策と他党との政策の比較についてお伝えする政策で GO、 今日も世耕経産大臣とともにお伝えしていきます。今日が最終日ということになりますので、はい、世耕さん先生どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で今日はですね、女性活躍働き方改革ということでですね、はい、いきたいというふうに思いますけれども、これは当然我々は男性もしっかりと活躍をしていただくということ、そしてより女性もですね活躍していただけるような社会にするということで、まあ、これも各種企業の現場で、例えばその今まで建設業でその例えば施工管理ですとか、はい、そういった、まあ、建築家としてですね設計ですとかそういったところに携わる女性もいたんですが、これ例えばその工事現場のトイレがなかなかその、うん、きれいじゃない場合があるというようなことで、はい、そういったこともしっかりと環境整備をしてくださいということを、はい、その政府がですね、進めていたりというようなこともありますけれども、この女性活躍、まあ、経産省を中心に、はい、お考えいかがでしょうか。はい、まずですね、これ私世界の投資家と議論するとき必ず言われるのが、はい、日本は人口が減っていく、うん、そして18歳から60歳のいわゆる労働力人口と言われている、はい、ところがですねどん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 減っていく中で、はい、そんな中で成長した経済っていうのはないんだと、はい、経済理論的に絶対成長できないんだ、はい、日本はどうするんだということを言われるわけですが、その中の答えのがですね、はい、今まで働いてなかった人にもっともっと働いてもらおう、はい、でその中の一つが女性の活躍ということになるわけであります、はい、だから女性だけじゃありませんよ、はい、我々は高齢者にも働けるうちは働いてもらいたいと思ってますし、はい、男性でも介護で離職をやむなくされている方々がいらっしゃいますから、そういう方々にも介護を続けながら働けるような環境を作っていく、いろんなことをやってますが、その中の一つでやはり、もっと働きたいのに働けてなかったというのが、はい、女性ということでですね、女性の活躍推進ということをやらせてもらいました。これははっきり言って女性の活躍と経済成長を結びつけるってどうなんだっていう議論はありましたけれども、はい、これは逆に今女性サミットワウなんていうのをやってますが、世界の女性リーダーがみんな評価しています、うんうん、こういうのは初めてだと、はい、経済成長と女性の活躍ということを、はい、今まではどちらかというとこう社会的道徳的感覚で女性の活躍というのが言われてたのが、女性が活躍することによって経済が成長するんだという政策をですねアベノミクスで初めて打ち出したということで、まあ世界の女性リーダーからも高く評価されているわけですね。これはまさに女性にも多様な働き方が選べるようにしていただくということで、例えばその子育て支援においてもですね、その子育て世代の自分たちの親の世代に近況してもらったりですとか、同居をしてもらうためのさまざまな、その例えばその UR の賃貸住宅に入れば家賃を軽減するですとか、そういうようなことで、その今核家族化が進む中でよりそのなんというか子育てがしやすいですとか、あとはそのおじいちゃんおばあちゃんが面倒を見てくれればその時間働きに出ることもできるということもありますので、そういったことも相対的にやってますね。そうですね、はい、いろんなこれは何か一つで解決をするという話ではありません、はい、例えば、うん、男性もしっかり育児教育休暇を取るようにするとか、はい、あるいは育ボスという話もありますが、はいはい、男性女性がですね、うん、育児のために柔軟な働き方ができるような職場環境を作っていく、はい、上司も非常に重要でありますし、はい、またテレワークですね、今、はい、ほとんどインターネット使えばどんなことでもやれますね、はいはい、テレワークをどんどん推進する、今、はい、経産省でも霞が関名物のですね、国会対応の徹夜これをやめさせました私は。テレワークで十分じゃないかと、あれね、霞が関の徹夜って、ずっと徹夜して仕事してるわけじゃないんです、はい、よその課が終わるのを待ってるんです、で終わると この課、はい、お宅の課はこれでいいですかという確認が来るので、そこで初めて仕事して、はい、で結局夜遅くなっちゃってるん で、ね、もうその間家にいて、はい、で必要な時インターネットにつないで、はい、仕事すればいいじゃないかということで、はい、それ徹底した結果、うん、今もうテレワークになって、はい、夜11時までにはもう全部答弁は完成しているという状況を作りました。はい、であと私も率先してテレワークやってます、国会答弁 もう、うん、夜11時にできたらその11時のうちに私はだーっと自分の自宅でテレワークで予習をして、で次の日もう早朝出勤しないで、はい、国会の少し前に来て、はい、
予習した結果分かんなかったところだけちょっと確認っていうのでもう15分ぐらいでお話ししてるとか、あと月に1回は本当に家にいて、局長級も全部家にいろと、で全部テレワークでテレビ会議とインターネットでですね、全部仕事をするっていうのをやって、こういうことをみんなでやることによってですね、女性も家で仕事をしながら横で子供の面倒を見れるとか、あるいはそれを今日は夫婦で交代交代にやってですね、男性も家庭で家事をやりながらですね、しっかりと仕事をするとかですね、そういうことを可能にしていくことが女性の労働参加を高めていく上で非常に重要だと思いますね。これまたギリギリで質問を出す議員というのは実はおりまして、でこれはまあ野党だけ、まあ与党は割合そのルールが決められているんですが、まあまあこれはあまり言うのやめましょう。ただその答弁作って、それで局長決裁だっていうんで局長も残ってないといけない場合もあったりが結構してましたんで、それはもう相対的にその経産省ではもう全部自宅で対応せよという形にしています。まあ、一つですね、本当に国会対応というのは省庁過酷な現場でございましたので、こういった経産省の取り組みなどもより発信をしていって、もし参考になる場合はですね、参考にしていただいて、民間企業ともともにですね、そういった働き方改革を進めていければというふうに思っております。世耕大臣とともにお伝えしました。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。本当に僕ら一生懸命こうやって政策発信しましたけど、この選挙あんまり政策議論、野党から提起がされなくて、ただ安倍倒せばっかりでちょっと残念だったですね。本当はいろんなテーマについて角突き合わせてしっかり議論して、どっちがいいのかっていうことを国民の皆さんに判断していただきたかったなと思いますけれども、まあ我々は一生懸命こういう番組もやり、それぞれ街頭演説で訴え、政策パンフレットも本当に分厚い中身の充実したものだったわけですから、最後それをよく見てですね、判断していただければなと思いますね。そしてご覧の皆様、ぜひ投票に行っていただければというふうに思います。では大臣ありがとうございました。ありがとうございました。